こんにちは、フルートの保坂です。皆さん音階の練習していますか？蝶々の音階は全部で12種類あって、それらを毎日の日課練習に取り入れることはとても大切なことです。ですが、今まで音階の練習をしてこなかった人がドレミファソラシ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 ドレミファって全部の蝶に取り掛かるのはとても大変なことだと思います。ですので、今回は音階の前半部分、ドレミファの部分を皆さんにマスターしてもらいたいと思います。名付けて前兆カエルの歌が練習です。ドレミファまで行って帰ってくるとになるので、カエルの歌が練習です。勝手に名付けました。さて、最初にも言った通り、蝶々の音階は全部で12種類あるので、1日に1つずつできる蝶を増やしていけば、12日、2週間経つ前に全部の蝶ができるようになっていますね。とにかく無理しすぎず、できることを毎日コツコツとやっていきましょう。1、2、3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 。
1、2、3。1、2、3。1、2、3。1、2、3。
2、3。前兆できたらテンポアップしていきましょう。1週間に10ずつテンポアップしていくようなつもりで、まずは120を目指しましょう。さらに120でできるようになった方はタファネルゴーベルの1番に挑戦してください。前兆カエルの歌川練習の動画でした。ぜひ毎日コツコツと音階の練習をしてください。ありがとうございました。さて、たまみクラスというページからオンラインレッスンが簡単に予約できるようになりました。概要のオンラインレッスン URL からお願いします。皆さんとの音楽の時間を楽しみにしています。